それでも見事合格して認められたわけですから、うん、うわ嬉しいですね。ビビ大好きなんで。長野さんは何がいけなかったんですかね。あのプニプニした体じゃないですか。やっぱりこうスタイルがね、こうほっそりしてないといけませんから。あと身長もちっちゃいじゃないですか。ロリコン顔があんまりビビには受けないのか。ちょっとちょっとちょっと茶髪にしてちょっと変わったんだから本当になんかいたずらいのが伝わったんじゃないですか。なるほどね。ないない。殿岡さん、